バッチリ撮れました。バッチリ撮れました。はい、チーズ。オッケー。ありがとうございます。イエーイ。やば。今ね、そこなんだ。はい。メイクしたね。イエーイ。何のメイクだ。いや、楽しいね、スノーボードって。楽しい。どちらから？今日は新潟県の横浜市から来ました。今年は初滑りですか？すみません、2回目なんです。パルスエリサ行こう、イエーイ！ありがとうございます。ありがとうございます。いいリアクションありがとうございます。ありがとうございます。もしかしたらあの県内のニュースで流れるかもしれない。本当ですか？もしくはあの TBS 全国の TBS 系列。本当に？流れるかもしれません。でも1回目じゃないから多分流れないそこだけカットされるよそういうの考えて喋んないとダメなんだよそういうとこだよ1回目にならないとプロ意識が足りないんでありがとうございますありがとうございますやっぱ選ばれるねあんたも目に止まるもんね、こうやって選ばれてんのにあのチャンスを生かせないから、そういうところだよ遅刻するようなところから来てるんだよみたいな時さ、初滑りなのってやった時に初滑りだよって嘘ついた方が良かったどうした方が良かったのかな、やっぱりお前に足りないのは人の気持ちを考えることだよね人の気持ちを考えればやっぱり遅刻ってできないと思うんだよなんで遅刻するかって言ったら気遣いをしてないから人の気持ちを全く考えてないからバイバイ。でもね、マウンド乗りこれ1000円割引。ありがとうございます。お兄さんも金出してください。金だと。どうした？どうした？マウントノリクラかエコーバレー、どっちがいいですか？どっちがいいですかね。ご存知ないですか、両方。どっちでも。3秒以内でないと無効になります。1、2、3。エコーバレー12月の7日オープンします。はい。どうぞ。やばい。1日限定だ。いただきます。様子が変わってきた。ビールとケバブ最高じゃないですか。じゃあちょっといただきます。うめ。いやーちょっとね。いい休日本当に。これですよ。滑るために働く。働くために滑る。これがリアルだよ。
まあ、ちょっと競技のお話に聞いてきたんですけれども、オリンピックでちょっと前にやっぱ青空のもとだけのお楽しみみたいなのがあるんですか。この青空のもと、あ、いいね。ちょっと癒しがあったりとか、皆さんそういう、あー、うまいね。プラスアルファは観光とまではいかないかもしれませんが、試合が終わったらお昼です。バーバーバーバやばいね。そろそろもう10時、11時ぐらい。さっき見た5分がもう、いや、5分はそんくらいの価値があるということですね。え、今これ並んでるけど5分早く来てたら乗ってるから。確かに。5分遅れたぐらいって言うかもしれないけど、5分あったら相当なことできるからね。だって俺らはさ、待ってただけじゃん。いや、そう。でもさ、5分あったらいろんな知識学べるし、確かに編集作業も俺できるし、確かに。でもあれだよ、待ってただけだから。あ、もったいない過ごし方じゃない。あ、もう年取ったら分かるけど、時間って過ぎるの一瞬だから。間違いない。え、働いて分かるでしょ。働いてさ、家帰ってさ、ぼーっとしてたらさ、あ、もう寝る時間だみたいな感じでしょ。ごめんだよ。シーズン最初だから、あんな問題。軽井沢は、はい、リフト券が IC チップなんで、返し忘れるとこうやって戻らないといけなくなります。非常に面倒くさいので、はい、帰るときには返しましょう。はい、今返しに行きます。返しに行きます。
返した後、軽井沢のショッピングモールでスタバでね、なんか飲み物を買って帰りたいと思います。イエイイエイ。